はい、皆様どうもこんにちは。今日はですね、数日前ですね、2016年10月13日の更新情報なので、3日ぐらい前の情報になるんですけれども、シグマ 85mmF1.4DGHSM アート、これがですね、発売日決定したということで、そのですね、見ていこうかなと思います。はい、これはですね、以前、シグマの、新製品というところで紹介しましたけれども、その時にですね、ちょっと気になるということを言いました。はい、で、この度ですね、出たので、それをお知らせしますということが出てますね。はい、でシグマの公式のホームページに出てると。発売日決定っていうよりには、2016年11月下旬予定。決定っていう割には予定なんですね。はい、いいや。とにかく11月下旬になればですね、何もトラブルなければ、11月の20から30あたりにの間ぐらいに出るということですかね。幅はありますけど、はい。で、これ価格なんですけど、前出てましたっけ？僕見るの初めてなんですけど、16万円ですね。あ、意外とね、16万円って言ったら、安いかなっていう感じしますね。いや、だからって言って買えるのかって言ったら買えないですけど、これだけね、お金あったら先に多分車買うと思う。で、16万円なんですけど、これですね、オータスをリスペクトして作ってるらしいんですよ。で、オータスがですね、オータスの 85mm っていうのがですね、およそ40万と思ってください。で、シグマの方ですね、アナウンスでは、約半額ぐらいで提供できるよっていうことだったんですけど、半額以下ですよね。しかもこれ小売希望価格なので、実は多分12、13で中古でうまくいけばですね10とか下手すれば10切るといったものがですね手に入るかもしれません。はい、なのでオータスの、光学性能がですね、もしですよ仮に、受け継がれてたのなら、これはですねかなり安いかなっていうふうに思いますね。だってオータスってすごいですね。要するに究極のレンズというか、めちゃめちゃ高いんですよ、とにかく。40万とかするようなもんですから、もしですね、その光学性能を、完全にとまではいかないまでも、ほぼ肉薄するような、性能を引き継いでいるのであれば、この価格はですね、かなり安いかなと思います。とにかくね、性能追求型のレンズということで、かなり重くなってますね。なんで、実際ね、こう、写真撮る方、からすると、ちょっと重すぎるとか、使い勝手の面であまり良くないとかいう風な批判とかいうのもあるみたいなんですけど、僕はですね天文屋なんで、天文屋からすればですねそんな、赤道に乗せてしまえばあまり関係ないので、いいですねこれは。はい、とにかくね16万っていう小売希望価格なので、かなりですね価格は頑張ってくれたんじゃないかなっていう風に思います。ここはかなり評価したいポイントですね。はい、これがそうですね、新ページですね。はい、で 85mmF1.4 究極のポートレート用レンズということで、これフルサイズ対応ですね、とにかく。APS で使ってもキャノンなら 135mm ぐらいなので、非常に、使いやすい焦点距離になりますね。あらゆる妥協を排除した光学性能優先の設計、これですか。周辺光量あれですね、開放だと結構ないですね。1.4 だと、40% 切れるのか。あ、これはアポゾナーよりも悪いな。相当ですね、落ちますね。で、2.8 まで絞ると、75%。これ、ゾナーと同じくらいかな。1.4 だからね。1.4 っていうのは、今僕が使ってるレンズが F2 なので、それよりも一段明るいという、すごいですね、明るいレンズになってますね。はい。で、ここら辺の特殊低分散ガラスとかはちょっとよくわからないので、これ何群何枚になるんだ。数えるのがめんどくさいな。結構枚数多い、15枚ぐらい、ですかね。ここら辺は防塵防滴と。で、円形絞り。9枚刃の、セミ円形ってやつですかね。ボケは結構綺麗ということですか。これぐらいしか出てないのかな。周辺光量、さすがに F1.4 は厳しいですね、これ。かなりですね、周辺ないです。40%、30% 付近なので、少ないですね。APS で見ても、ハイトがどれぐらいになるのかな、50% ぐらいかな、50% ぐらいなので、あんまりないですかね。さすがに 1.4 なので周辺原稿は大きいですね。はい、あとは色収差とかはね、実際撮ってみないとちょっとわからないです。これはね、無限の点、
無限円の、まあ、転向源を取って、それを確かめてみないとわからないです。まあ、無限の円の転向源ってつまり星ですよ。まあ、星を取ってみてどれぐらい出るかっていうのは、まあ、取ってみなきゃわからない感じですね。まあ、誰かはですね、ぜひ取ってくださいということです。で、ここに、ね、あのデジタルピクチャー .com っていう、サイトなんですけど、ここでですね、オータスの方を見てみましょうということをやってみます。今これオータスの 85mmF1.4 ですね。はい。これと、比較ということなんですけれども、まあ、これが今、オータスの 85mm というもんですね。で、開放 1.4 と。まあ、こっちが、僕の使ってる、レンズの、まあ、135mmF2 のアポゾナーですね。でもこう見るとアポゾナーの方がいいな。だってこの端っこのコーナーのところを見てほしい。コーナーって一番下を見てほしいんですけど、これ見るとですね、ゾナーの方がシャープですね。まあ、F が一段明るいので、まあ、同じ公平に見るために 2.0 にしてみましょうか。あれ 2.0 にしてもそんな改善されないな。あれこんなもんなの？え、嘘。え、これゾナーの方がいいじゃん。え、嘘。いや、周辺光量は確かにオータスの方があるんですけど、ことあの像を見る限りゾナーの方がシャープですね、これ。あ、そうなんだ。でもオータスってこれ40万ぐらいするレンズなんですけど、あ、へえ、今使ってるレンズこんなに性能いいんだ。オータスよりいいんだ。え、ほんと？これなんか間違ってんじゃないの？いや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 。まあ、ただレンズっていうのはですね、あのお金を払えば、その分、性能が返ってくるってわけじゃないらしいんで、そういうことなんですかね。うん。いや、意外とびっくり。オータスよりもゾナーの方がいいや。そうなんだ。知らなかった。50ミリの、じゃあ50ミリのオータス見てみましょうか。55ミリのオータス。これはどうなんだ？あ、55ミリのオータスはさすがに。あ、でもこれにもどうかな。2まで絞ろうか。2まで絞って比較したときに、これでもゾナーの方がいいかな。いや、これはさすがに、そうですね。オータスの55と85だったら55の方がいいみたいですね。55と85で比較してみましょうか。オータス。これ今55ミリですね。こっち85ミリ。55ミリ。あ、F 合わせてなかった。F 合わせないと公平じゃないですね。で、これ、55ミリと。85、55、85。あ、これオータス同じ価格帯なんですけど、55ミリの方がいいんですね。85ミリの方がちょっとだいぶ苦戦というか、あまり良くない気がしますね。このチャートで見る限り。うん。あ、そうなんだ。オータスの85って実はそんなに、光学性能で言えばそこまでいいってわけでもないんですかね。こういうのがレンズあるんですよね。はい。あれ？こんなに、まあ、周辺光量はだいぶあるんですけど、なんか間違ってんじゃないかな、これチャート。まあね、このチャートが全てなわけじゃないので、実際まあ僕が興味あるのは、とにかくですね、何回も言いますけど、無限遠の転向源に対する結像性能なので、まあそれが実際どうなのかっていうのは、このチャートからは、まあ大体の傾向は分かっても、なんていうの、完全に全てなん、まあ、表してるわけではないので、そこら辺がですね、ちょっとわからないです。ただこれ見る限りですね、オータス同じ、高いレンズでもですね、55mm の方が性能いいみたいですね。いや、こんなにあれだな、差があるんだな。いや、ちょっとわからない。これは、発見というか、そうですね、 85mm がちょっとなんか思ったより良くないかなっていう感じしました、今見てね。これ大丈夫かな、これ。シグマの 85mm も、あれをリスペクトして作ってるってことはですね、まあ、それに匹敵するような性能を出すということなんでしょうけど、もしまあ全く同じだと、そうですね、実はあまり、あまりっていう可能性もあるんですね。ちょっとね、これをいきなり新品で買って使うのは、控えようかなという気になりましたね。で、ああ、やっぱすごいなっていう。周辺までこう、星が点になってるって。すごい結像性能だ。しかも色周差も全然ないっていう。まあ、そういうのをね、誰かが示してくれれば買うんですけど、ただまあ僕はちょっと人柱になるのはですね、これはやめとこうかなと思いました。はい。まあ、買うとしても中古が出始めてからですね、また買ってすぐ売っても、まあ損失がそんなにない状態で買おうかなと思います。はい。意外とそうなんだ。返ってくるわけじゃないんですよね、お金出して。
ただこれがですね、さっきのオータスと同じぐらいの性能だったら、もうオータスの方はどういう存在意義があるのかなっていう感じになっちゃいますけどね。まあ、ブランド名とかそんなとこになっちゃうのかな。うん、まあシグマはですね、実際性能良くて、安い、結構安いと。まあ結構安いっていうのが比較的、結構安いっていうのが、まあなんかレンズ業界の間では結構安いという話なので、なんだろう、一般庶民からすると十分高いんですけど、まあ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 、この業界では安いという話らしいです。うん、で、まあそうなので、性能のいいレンズがですね、まあそこそこの値段で手に入るよと、まあ庶民の手に届く価格帯で、まあ、手に入るよということなので、まあ、それを考えるとですね、まあ、いいのかなっていう感じはしますけどね。うん、ただね、あのオータスの性能を見るとね、そこまでなんか大したことないなっていう感じがしたので、まあ、ちょっと最初は様子見かなっていう感じはします。うん、で誰かが、あ、これすごいわ、わ、すっげーみたいなことを言ったら、僕もですね、まあ、ちょっと触手が動くっていうか、そうですかね。うん、やっぱりまあ再認識したんですけど、アポソナーってあれ相当すごいレンズなんですね。はい。うん、あんなに結構いい、なんだろう、オータスの 85mm よりも上の性能を持ってるとは思わなかった。うん、まあもうこれ以上になるとやっぱりですね、3ニッパとかそういうレベルになってしまうんですね。まあそうなると今度60万とかだから、もうちょっとどうしようもないんですけど、まあそんなところなんですね。うん、これは知らなかった。はい。まあ、というわけでですね、まあ、シグマの 85mm の発売日が決定って言っても、下旬なのでかなりあやふやな言い方なんですけど、まあ、それと価格もですね、そこそこ頑張った価格ということでですね、まあまあ、いずれテストしてみる機会はあるかもしれません。うん、まあこれをですね、誰かね、天体用に買って、ちょっとテストしてほしいなっていうのがですね、まあ、僕の願望ですね。まあ、僕はできればいいんですけど、ちょっとそれはできないので、まあ、誰かやってくださいという丸投げの状態ですけどね。まあ、とにかく、楽しみなレンズの一つではあります。はい。ということでですね、今日はまあ、シグマの 85mm が楽しみだぞということでですね、いろいろ調べてみましたということです。はい。それではですね、ここまでご視聴してくださった方はどうもありがとうございました。失礼します。